さて、もうだからね、その魔術本いっぱい買ってしまったオタクちゃんの救済法としては、まず精神科に通いなさい。とりあえずその体に入ってしまった憑依霊の暴走をね、食い止めないといけないから、まず、ね、ちゃんと憑依ってカルタに書いてくれあるから、最近ね、昨今ね。で、あと算数、あと指先、あとスポーツ、この三つ。算数、指先、スポーツ、この三つやらんと死ぬで。魔術は結局攻撃は結構でしょうよ。召喚術、まあ、召喚霊、まあ、魔術書の中にはこんな魔物をこの本で呼び出せますみたいな本あるやん。それ出せてそいつに攻撃させるもんやん。防御どうすんの、防御も魔物にさせんの、魔物が防御してくる、魔物が攻撃を引き受けてくれるの、ブワーいってなんぼかかんの。攻撃より防御の方が高いねんで、痛いよな魔物、うわどないすんの、支払えるんか。普通防御はあまりにも高いから、魔物は攻撃型のものは安い。いや書いてへんで、そんな値段、そんな書いてる本なんかあったら非常に面白いやろうけど、そんな発禁処分になるんちゃう、当たり前やけど、発禁よか、けしからん本や、そんな公序良俗違反や、魔物の値段なんか現実感の金額で書いてたらな、ほんまやでそんなん公序良俗違反やでな、契約できるやったかも、しかもそれで詐欺師も現れるよ、だからあかんねん、占い師を装った詐欺師が現れるからな。で、じゃあ防御も自分で生き受けるしかないやな。だからスポーツできひんかったら、そんな、魔術攻撃に対してもひとたまりもないからスポーツできへんやつ。肉体使ってるんでしょ？あなたが肉体じゃないんだったら、肉体使ってないんだったら、別にスポーツ覚えんでもいいけど。でしょ？肉体でやるんやったらスポーツできんとあかんって、スポーツの世界やでんから肉体なんて。な？スポーツが原則の世界ですよ、肉体世界は。だからスポーツできてください。あと、指先。な。ちゃ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 。な。感じる人はここがパッ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 って動く、動いてるの分かるでしょ？大脳神室と指先を連動させてください。それもできずに何やってたん？武道に似てるでしょ。これぐらいキビキビと、そのなんちゅうの、気力、体力、知力の限界じゃないで言っとくけど、そこまで言ったらええわ、知力の限界じゃないの。だからこれぐらいだからもう凛々しくやらなあかんねん。これ立てる時もそう、今段ももう聞かへんから、疲れたんもええやろ、もうバターは俺かよと、もう引退させろ、1番バター交代させろ、2番もこう、もう全部ベテランやんから、交代させたりや、くじ切る時もな、いつまでも同じ仏使って、もう引退の年齢もくじなんか聞かへん、新しい仏つけたりや、うちの名前書くなよ、オセラ見たら全部取られちゃうぞ最初なんかしんどいなと思って、えらいことになるね、さすがにうちもだけど最後オセラ見たら全部取っちゃった最後の最後はな、そんなことに使うからや、君らのうちをな、使う方そんなことになれへん、そんなしっぺ返し受けへんやん。で、あとは算数な、でも A から指使って算数しな、10まで数えれるやろ。で、あと買い物するとき暗算してな、暗算な、財布に何本も入ってんやろ。で、ちゃんと財布にあの紙幣硬貨入れて買い物に行って暗算して買い物する。で、オーバーしたらあれやろ、失格や、ゲームオーバーって、そこで死ぬんちゃうと別におばちゃんごめん、ちょっと買いすぎたみたいで、暗算で選んでたからって、あ、暗算できるの偉いね、って、あ、ちょっと欲しかったな、あ、これだけちょっと23円足りひんわ、って、じゃ返してもらうなって、ええー、やないやか今それ言っといて、これもこれっておかしいやろ、って、次から暗算うまくいったらおまけになんかあげるわとか言ってくれたりして、
普通のな、個人事業主の地域の零細事業主の商店街のおばちゃんにそんなの言ってもらえるよ、知らんけどそんな入りがあったらすぐ廃れるけど、そんな言う当たり当たりじゃって当たりじゃなくて流行りがあったら当たりって何な、かけとんの、はた、あ、あたりとか、はやりというときに、はたりって言ったら、なんか、はた一族の利益になるみたいな誘導をかましとんねんけど、ただ、訓読みと音読みやろ。なあ、じゃあ、訓王ってなっちゃう。訓王、訓王、訓王。あ、そうか、国、国団、ちょっと待ってよ。な、ややこしなんねん。だから、あの、フェニキア魔術られてしまうね。呪術やで、そんな。あたりとかいうときに、あと、あ、はたりに変換させるっちゅう、セコ技はな。な、呪術っていうときは結構セコ技やねん。セコ技には必ず返し技があんねん。考えたらわかんねん、実は。な。じゃあ、魔術師気取りの君たちが使ってる、いろんな図法っていうのはセコ技なんですよ、基本。どんだけ強力でも。すごい強力だってことは、たくさんの人がそのセコ技を使ってきたって意味でもあるし、ところが、それに従事させられてた。呪術っていうのもその、ね、刺激されてた霊はもうくたくたやから、仏はくたくたやから、もう霊が疲れ切って、霊界の仏になってるかもしれん。でも能力なくなってんの。くじが案外機械ってそれが原因や、ね。それと、実際、その、元素論使うときにですね、その、五行なりでもね、ちゃんとその木下土門水みたいに配置されてるわけちゃうん、こんな女の。ね。ご坊さんの形に、これは木だな、これは火だな、って。そんな配置してへんって。そんな配置したかいって防御力なんかないわ。な。だから、この空間によって木はどこにありってな、火はどこであってとかな。水はそこにあるとかな。それで、加合魔法できる。錬金術の一種やな、そんな空間錬金術みたいな。な。だから、結局、火と水を掛け合わせて、雷っていうか、風なり。ね。で、木っていうのは風ですか、雷ですか、それとも土なんですかって。あ、変わった概念ですね。本当は細胞のことやねんけど、木ってね。バクテリアのことやねん、木って実は。五行論っていうのは、ね、発酵理論ですから、実は。ね。でも、そうじゃない解釈もできるし、そうじゃない切り口もあるし、そうじゃない運用もできますよ。だけど、その、根本、基本、黄金律として、まあ、五行は基本的には発酵理論。つか、電解。発酵と電解にまつわる。要するに、ミオンやって。ミネラルイオン。今まで、ミオっていう人がな、おーんな男に戻るんだから。じゃあ、これが、ダッ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 。さよなら、ダッ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 。帰っていったけどな。で、キューって縮めて。そういう呪術。そんな呪術やな。さやかサイドがよく気にしてるタイプなんで、そういう全部呪術やねん、だから。現地取ったみたいな。で、聖和現地とか言ってんだろ。現地取ったけど聖和やから、現地取ったことによる副作用はないみたいな。そんな成功技返し技があるに決まってるやろ。もう返されてるやろ、当に誰かに。うちが言うまでもなく。言ったらまた因縁作っちゃうからね。でしょ。聖和現地の成功技のオンパレードがもたらしたこのヨハネ黙示録の時代やねんで、実は。まあ、天皇家はもう途中でもそんなセコ技やめてるやろうけどな。ただ、新天皇家、今の天皇家みたいな、久しぶりに天皇家に返り咲いたみたいな女神族は、またそれにうつつ抜かしてるはずやねん。昔のから取り戻さなあかんからな、みたいな。別の、しばらく別の皇統やったからな、皇統というか、別の帝統やったからな。今の帝統に、高等たかんだれんちゃうことは、まあ、うちも書いてあってるけどな。ほんとは低等やねん、高等じゃなくて。スメラってうちだけやから。先住民でスメラって。ヤマトニスが低やねん。高低の低の方。な。スメラは先住民女王のことやん、実は。な。で、その、用語の使い方もそうやって、乱用混同されてしまった、うちらはな。じゃあ、連中の呪術はそれで、効き目がないねん。逆に。だからそんなもん効き目に使ってない。ただ、洗脳の教科書に。ひたすら洗脳教科書再生産してるだけ、文字に書いてる、また書かせたりもして、で新たに呪術組み立てとんねん、な、そういう魔術師同士の戦いっていうような安い解釈やめてな。そんなんじゃないからな。なんでかってうち女やからな。
女神をどうやって食い物にしようかっていう男たちの発想がやがてなぜか魔術師戦争になっていったんだって。その時点ではもううちは蚊帳の外やけど、相変わらず利用はされるわな、うちは利用されてしまうわな。だけど女は母やし、まあ娘やったから妻やったし、だからこの余裕の態度やねんで、別に威張ってるわけちゃうんだよ、しゃあないよ、もう笑うしかないの類の威張るしかないみたいな威張ってるかこれ、あんたらの世界ではこんな感じって言ったら威張ってるの、あんたら威張ってる時とこんな感じなん、なあうちは笑うしかない時こんな感じやねんけどみんなは威張ってる時うちみたいな感じなんですかちょっとどうかと思うね。